アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速ホーキンサ少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年7月7日七夕、場所は神戸王子スタジアムです。本日これより第2回日韓親善試合、エクスーリーロイフォートエールズ対韓国ソウルバイキングスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして4年なくその試合前のウォームアップに入っております。その両チームを簡単にご紹介させていただこうと思います。まずは本日メインスタンド側に陣取っておりますのがホストチームとなります、日本にありますエクスウエスト在籍のリードエフォートエールズです。創部2019年と非常に若くありますが、しかし多くの方々の支援を受けまして、さっきX2 昇格を果たしました新進系のチームです。応援し応援されるチームに、さまざまなスポンサーの方、ファンの皆様、そして関わる皆様の方々にエールズに出会えてよかったと思っていただけるチーム作りをし、そして会社挙げてのミッションとして出会えてよかったをクリエイトするということを体現したいと考えているチームです。さまざまな困難乗り越えながら少数精鋭に現在ありますが、しかし奮闘目覚ましく X2 に根拠に参戦しておりますリードフォートエールズが今回の対戦相手の一角となっております。そしてこれに対する格好で、この日本国内に本日入ってまいりましたのが韓国リーグの強豪チームにありますソウルバイキングスです。韓国リーグにあります社会人チーム数チームによって編成されますリーグ戦においてキムチボールを2度制覇し、さらに、ボールゲームを制覇する強豪の一角としてチーム奮闘をしております。昨シーズンは若干苦しい時期にあったようですが、しかし今シーズンさらになる補強を図りまして、40人から50人にわたる大所帯を組み直し、今季こそ再度その頂点の位置に目覚まし、挑まんとしておりますソウルバイキングスが本日の対戦相手となります。ソウルバイキングスは、エールズ創始者であります山下氏が、当時の、富士ゼロックス・ジェイスターズにありました当時から親交がありました。その当時にも数度、日本においてボールゲームとしてこの交流試合が行われておりましたが、コロナ禍により一旦これが途絶え、また、ジェイスターズも体制変わりまして人員を大きく変わり一旦は途絶える形になっておりました。しかしそれが持ち直しまして、その当時の首相でありました山下が、新生立ち上げましたリードエフォートエールズにおいてそれを復活し、今回がその2回目となります。互いにこのアメリカンフットボールを持って自分たちのその存在を誇示せんとする両友、この七夕非常に梅雨時にありながら非常に暑いという状況にある7月の七夕の日にその大祭を催す形になりました。それを祝うかのようにこの梅雨の最中、7月7日の神戸王子スタジアムは信じられないほど快晴という形になりました。この両チームを迎えるかのような快晴になります。ただそのため日差しが非常に厳しく、その高熱対策も両者問われる形になるでしょう。その中で果たしてどのような形でこの熱戦を両友演じる形になるでしょうか。まもなくその両チームによりますオープニングセレモニーが行われます。
YouTube にてこの試合をご覧いただいている皆様、非常にありがとうございます。早速韓国の方々から様々な応援メッセージが入っております。残念ながら私の方は韓国語を達んでおりませんので、そのメッセージの内容が把握できず誠に申し訳ございません。しかし皆様ぜひこの国際交流戦お楽しみください。 Let's enjoy the game. Let's enjoy football.さあそのソウルバイキングス入ります花道を、日本にあります横川女子大学のさまざまなチアリーダーによりまして飾られております。チアリーダーによりましてその入場ゲートが作成されました。まもなく、ソウルバイキングスの入場となります。ゲートインバイキングスソウルバイキングスの入場です。ソウルバイキングス入場しましてこれを迎え撃つ形でホストチームでありますリードイ・フォート・エルズがこれより入場してまいります。挑戦です。そのカーティーとしまして韓国の強敵をお迎えします。さあこの一戦勝利しまして X2 にその名を届く形になるでしょうか。リーダーフォートエルスゲットイン。
両チームによりますオープニングセレモニーが行われました。審判団により両チーム首脳陣招かれまして、これより試合開始となります。令和6年7月7日、場所は神戸王子スタジアムにて、2024日韓親善試合交流戦、リードフォートエールズ対ソウルバイキングス戦はまもなく行います。試合開始12時キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスが行われます。なお本日のコイントスはこの試合を祝しまして、この大会のメインスポンサーであります WBP グループ株式会社五十嵐社長様に行っていただきます。ソウルバイキングスキックオフ、リードフォートエールズリターンで試合が始まります。五十嵐社長様、コイントスありがとうございました。ぜひ皆様盛大な拍手をお願い申し上げます。進行の場とけまして、これより戦闘の場に変わります。両チーム最大で激を飛ばします。試合開始です。ゲームスタート。まずキックオフはソウルバイキングスによって行われます。
キックオフします。ソウルウェイビジネススキッカーはナンバー52、イ・ジュンキ。対しましてエールズにはリターナーを2枚配置する模様です。リターナーには17番、そして、番号がちょっと確認漏れておりますが、0番が配置された模様です。0番は岸田、17番は福山。岸田は龍谷大学出身、福山は近畿大学出身です。ナイスリターン。リターナー17番、キックオフのリターンを左サイドラインにある選択。この判断コースをしまして、ハーフウェイ付近まで返して、この位置からリードエフォートエルズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはリードフォートエールズ、ボールオン自陣49ヤードからファーストダウン10、ボールオン49、ファーストダウン10。ソウバイキンスナイスディフェンス、まず中央のランプレーを選択しました。しかしこれをバイキンス83ナイスタックル、これによってノーゲイン、セカンドダウンに変わります。結果的に獲得距離なくセカンドダウンに変わります。見事なタックルをしましたのはソウルバイキングスナンバー83イースサンヒョン。リードフォートエールズセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離10ヤード。ラニバック34番ハンドホーク受けて、今度は左を越えられダンプレー、このチョイスが正解しまして攻撃権更新です。リードフォートエルズファースター見事なランで、この状況を打開しましたのはリードフォートエルズ34番八木、近畿大学出身。さあ攻撃権はリセットされ1回目になりました。ボールの位置は相手陣地41ヤードにあります。この位置からリードフォートエルズファーストダウン10、1回目の攻撃に戻ります。攻撃権更新必要、距離10ヤード。さあ抜けた、前が空いている、追いつかない、タッチダウン。ここで三度ランプレーを投入、今度は中央のランプレー、34番相手タックル弾き飛ばしてそのまま独走、一気にエンドゾーンへ駆け抜けてタッチダウン。リードフォートエールズ34番八木のランによりまして先制となります。タッチダウンを上げる形になり6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、ソウバイキングス0点。まずリードエフォートエールズがランプレーによりまして先制のタッチダウンを上げる形に成功しております。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに追加となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される実殺点セーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなり、
この足し算によって駆け引きされ勝敗が決する形になっております。そして試合は先ほど得点を挙げたリードインフォートエールズのキックオフで再開します。アメリカンフットボールはラビと違い得点を挙げた側のキックオフで再開します。さあそれをソーバイキングスリターン、このリターン自陣25ヤード付近で倒され、この位置からの攻撃と変わります。今度はソウルバイキングスに攻撃変わります。オフェンスソウルバイキングス、さあ今度は反撃に入る形になります。ソウルバイキングスボールは自陣25ヤードから75ヤードのドライブを挑戦いたします。得点を許しましただけにここでなんとか同点に追いつきたいという状況からの攻撃になります。ボールオン35ソーバーキングスファーストアウト10ナイスラン、ランニングバック45インサイドランラントゥーミルゲインフィゲイン9ヤード、ナイスランしましたのは45番のプレイヤーでした。ソウバイキングセカンドダウン2、チョイスランプレイナンバー44ナイスゲームファースターソウバイキングスナンバー44ランチョイスライトチョイスイズライトファースタープレイヤーズナンバー44ハン・ジェロ、さあソウバイキングスはボールオンを自陣37ヤードにいたしました。ボールオンオン37ソウバイキングスファースターアンテン、さあ中央へのランプレーラントゥーザミドルキャリア44ノーゲインセカンダー、さあこのランプレーによって状況を突破を勝っておりますソウバイキングスがエールズも対応しましてこのランはノーゲインといたしました。ソウバイキングスセカンダーアンテン、プレイチョイスパス、バッドインターセプト、インターセプト、インターセプトナンバー、リードインフォートエールズナンバーゼロ、リードインフォートエールズナンバーゼロ番、岸田のインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、攻撃権変わりましてリードインフォートエールズに変わります。さあ見事にインターセプト決まりましてリードインフォートエールズ相手陣からの攻撃になります。リードエフォートエールズ相手陣31ヤードからファーストアウト10さあトラブル発生している、判定どうか、コース交代ターンオーバー、ここでエールズランプレーをチョイスしましてランニングバックにトスして左奥への展開を図りました。この時にしかしキャリアがボールをファンブル、落としたボールを抑えましたのはソウルバイキングス、従いまして攻守交代です。ターンオーバーによりましてソウルバイキングスオフェンスに変わります。ターンオーバーオフェンスソウルバイキングス、さあここで大きく状況が転換点に入っております。ソウルバイキングス攻撃権取り返し、ボールオン自陣26ヤードからの攻撃に入ります。オン26ソウバイキングスファーストアンテン、
さあまずランプレーから入りました。キャリア23、しかしここでイエローファーブ、ペナルティペナルティが発生しました。フィード上に黄色いウエストを落とされますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらのチームに反則があったか、まもなく審判団からコールされます。お茶の子サイヤ人様、メッセージありがとうございます。そうですね、こんにちは、韓国の方多いですね。そうですね、本日はライブ配信、ネット配信で韓国の方々がご覧いただいている方が多いと思われます。ディフェンスの反則です。ディフェンス側に反則がありまして5ヤード抜体となります。従いましてソウバイキングスは5ヤード前進しましてファーストダウンをやり直しという形になります。ペナルティーリードエフォートエルズ、ソウバイキングスファーストダウン5。ペナルティーオフサイド。さあここでボールがファンブルしているのは、しかしなんとか抑えております。ソウバイキングス左オープンにトスしましてのランプレーを展開し、相手ディフェンスをスイープしようとしましたが、しかしエールズディフェンス対応よくゲインは2ヤードほどにとどまっております。ソウバイキングスセカンダー、さやに様、そちらも暑いと思いますが、体のお気をつけるというメッセージありがとうございます。本日の神戸確かに大変高温です。また梅雨時ということありまして湿度も非常に高くあります。この点を鑑みて両チームが果たして試合を展開できるかが注目といったところですが、コールを聞きそび入れておりましたが、現在ウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールは審判団の判断によりまして、その試合の天候を鑑み、クォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。本日は先ほども実況いたしました通り、非常に気温高く、また多湿でもあります。熱中症の対策としまして、ここでタイムアウトが入っている模様です。スタンドでご覧いただいている方々も、ぜひこの熱中症対策のため水分を十分に取り、また可能な限り日陰でご観戦いただきますようよろしくお願い申し上げます。またネットでご覧いただいている方々も、ぜひこの高温に耐えられるよう熱中症対策を講じながらご覧いただければ幸いに思います。さあウォーターブレイク解けまして、ゲームリスタート。ソウバイキングスボールオン33セカンドダウン3. Pass incomplete. Soul Vikings play choice pass, but pass incomplete. Sara, 前パス失敗となりました。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃と変わります。従いまして Soul Vikings third down three に状況変わります。Soul Vikings third down three.ディフェンス、クォーターバックチョイススクランブル、しかしこれをエールズ見事に対応しましてフォースダウンに変えます。ここはエールズがディフェンス奮闘しまして、この攻撃をフォースダウンに変えました。ソウバイキングスフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかし陣地挽回を図れます。
さあどこまで陣地押し返せるでしょうか。ここでホイッスル、イエローハート、イエローフラッグが飛びました。ペナルティ発生です。ペナルティーズオフェンス、ディレイオブズゲーム、ペナルティー5ヤード。ソーバイキングスフォースダウン8。このバントはエールズ陣の37ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。テイクオーバーオフェンス、リーライフォートエールズ。さあ今度はエールズの攻撃に変わります。エールズボールオン自陣37ヤードからファーストダウン10。クォーターバック4番、パスを投じると見せかけスクラムディフェンスカバーよく急遽ランプレーに変えました。この判断によりまして約5ヤードほどゲインを獲得しております。見事な判断しまして攻撃を進める形になりました。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。エールズセカンドダウン5。クォーターバック4番、左ワイドレシーバー11番にヒッチパス、キャッチアンドランかかりました。しかしこれをナイスタック、ソーバイキングス91、3ヤードロス、3ヤードロス。タックイズナンバー、ソーバイキングス91。エールズサーダン8。パスインコンプリート、ナイスプレッシャー。クォーターバック4番、ディープに走りましたレシーバーにパスを投じようとしましたが、ディフェンスカバーよくパス不成功となっています。これはバイキングス96-83、ナイスプレッシャー。96 is John Donson. 83 is Sanhyo. Here is fourth down 8. ソウバイキングス陣30ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。テイクオーバーオフェンス is ソウバイキングス。さあチアリーダーがスタンドに向かって大きくエールを放っております。攻守変わりまして、これよりソーバイキングスオフェンス。ボールオン29、ソーバイキングス、ファーストダウン10。ひろきさん、メッセージありがとうございます。韓国から暑い中来てくださりありがとうございます。
日韓両チーム頑張ってください、ライブありがとうございますとメッセージありがとう、非常に嬉しく思います。さあ両チーム白熱した一戦を展開しておりますが、現在フィールド上イエローフラッグが出ております。反則があった模様です。さあ果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。ペナルティーズオフェンス。オフェンスの反則はイリーガルフォーメーション、不正な体型を取ったという反則です。5人バックスがおりました。オフェンスには様々な条件があり、バックスは4名までと決まっております。5ヤードバッタイシーファーストダウンやり直しです。ソーバーキングスファーストダウン15。パスフォーメーション、しかしこれをエルズ9番が猛追しまして、 QB サークパスを投じる前に仕留め、さらにロスを奪う形に成功いたしました。見事なロスタックル、QB サークを決めましたのはリードエフォードエルズ9番の梅本、近畿大学出身。ダウンサーラン、ダウンサーラン、ソーリーサーラン、パスインコンプリート、プレーチョイスイズパス、バッパスインコンプリート、フォースダウン。ここでパスにより状況を打開図りましたが、しかしこれは通らずフォースダウンに変わります。ソーバーキングスフォースダウンロングパンフォーメーション、シャンク。さあリターンいった、前が似てる、なんとか止まった、しかしナイスプレー。ここでパンタープレッシャーを感じたか、ファントシャンク、ほとんど陣地返せないというショートパントでしたが、このミスをつきましてエールズ一気にここからリターン入りました。相手陣に深く入り込んだところからエールズの攻撃となります。攻守変わりましてテイクオーバー、オフェンスリード、リードフォートエールズ、結果エールズは相手陣17ヤードからの攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード、しかしエンドゾーンまで17ヤードの絶好の位置からの攻撃になります。リードエフォートエールズファーストダウン10。パス不成功、クォーターバック4番下がりましてパスを投じましたが、しかしここでイエローフラッグが発生しています。ペナルティー、ペナルティーが発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手を握ったり掴んだりしてはいけません。10ヤードバッタイシーファーストダウン、やり直しという形に変わります。ペナルティーズホールディングオフェンス、ペナルティー10ヤード、リードエフォートエールズファーストダウン20。
さあパスが通っている、まだ空いている、エンドゾーン入った、タッチダウン。ここでエルズは中央系ファンダワイドレシーバー17番にパス、失礼しました、11番がキャッチ、これを11番キャッチしてからそのままに右に展開しサイドラインを突破、一気に相手タックル振り歩きエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。エールズワイドレシーバー11番井上のパスキャッチによりまして6点追加となっています。そしてトライ4ポイント、ノーグッド、トライ4ポイントは失敗、従いまして6点止まりです。しかしリードインフォードエールズ13点、ソーバイキングス0点、エールズ13、バイキングス0、スコアが変わりましてエールズリードを広げる形に成功しております。序盤からエールズが素晴らしいスピードあふれる攻撃を展開しましてタッチダウンを重ねる形になっております。ソウバイキングとしては何としても状況打開を図りたいところでしょう。このキックオフリターン注目です。エールズキックオフ、バイキングスリターナー8-42 リターン、ゲインテンヤル、ボールオン35ヤードからの攻撃となります。ボールオン35、キャリア42、ナイスリダー。エールズボールオン自陣35ヤードからファーストダウンテイ、プレーチョイスラン、キャリア23、しかしこのランプによる原因はなくノーゲイン、セカンダウンに変わります。ソウバイキングセカンダウン10、ボールオン35、ここで第1クォーター終了です。 The first quarter end、 攻守方向を変えましてこれより第2クォーターに移ります。